ニコラス・フェデリコ・ニコロッペス・アロンソは、ウルグアイの首都モンテビデオ出身のサッカー選手。ワンル・ティグレス所属。ポジションはフォワード。モンテビデオ・ワンダラーズ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にナショナル・モンテビデオでプロキャリアをスタートさせた。2012年、イタリアのエース・ローマに移籍した。当初は、ユースチームに所属していたが2012から13。 シーズンから就任したズレネクゼーマンの下でトップチームに合流しセリエ A 開幕戦となったカルチョカターニア戦で交代出場始発出場を果たすと終了間際に同点ゴールとなる初得点を挙げた2013年7月ウディネーゼカルチョに共同保有で移籍決定2014年6月20日にはクラブが保有権を完全に取得したことを発表した 2014年8月30日、エラスベローナ FC に期限付き移籍で加入した。2015から16シーズン前半はプリメーラ、リビシオンのグラナダ CF への、後半はフルスであるナショナルモンテビデオへのローンで、プレーした。2016年6月19日、SC インテルナショナルへ移籍2013年、U-20 ウルグアイ代表として、 トルコで開催された 2013FIFAU-20 20ワールドカップに参加。7試合に出場し、グループリーグのニュージーランド戦とウズベキスタン戦で、それぞれ1得点、決勝トーナメント1回戦のナイジェリア戦では2得点の合計4得点を挙げる活躍を見せ準優勝に貢献した。大会後、アディダスシルバーボール賞を受賞した。ありがとうございます。